テイルズオブシリーズを支えてくれた全ての人たちに贈るシリーズ初のディレクターズカット。今もう一つの運命が動き出す。諦めるな。我はお前に力を貸そう。だからお前も我を信じろ。我を強く握りしめろ。前作完全セルフカバーとして生まれ変わったテイルズオブデスティニー。そして今、子供の頃見上げるといつでも彼女は優しく微笑んでくれた。時が過ぎ成長するにつれ、その笑顔を見上げる必要はなくなっていった。すべては彼女と対等になるために。リオンの視点から描かれる新シナリオ、リオンサイド。その時リオンが何を思い行動を取ったのか、新規収録ボイスを交えた圧倒的ボリュームで新たな世界を作り出す。さすがお金持ちの家は違うわね。マリアンさんだったっけ。リオン、その名を軽々しく口にするな。全てを失ったとしてマリアン、僕が君を守る。リオンの新技まで追加されたおなじみエアリアルリニアモーションバトルシステム。守りたいよ、この世界を守りたい。もちろん主人公スタン・エルロン視点でもプレイが可能。ゲームシステムもパワーアップ。スタン、リオン両方の視点からそれぞれの運命と向き合え。プレミアムボックスには猪俣睦に書き下ろしイラストボックスに、ゲームソフト、スペシャルサウンドトラック、さらにメモリアルイラストブックレットが同梱。テイルズ・オブ・デスティニーが描き続けた10年分の思い出をお届けします。たとえ何度生まれ変わっても必ず同じ道を選ぶ。リオン、リオン、どんな困難も乗り越えてみせます。選ばれし勇者たちよ、存分に戦おうではないか。理想の実現のためには何とかするんだよ。俺たちの手で、俺たちの未来は俺たちが決める。そして自分の足で歩いていく。テイルズオブシリーズを支えてくれた全ての人たちのために、渾身のディレクターズカットがここに登場する。あんたとの旅悪くなかったわ。これは正真正銘本当よ。プレイステーション通用ソフト、テイルズオブデスティニーディレクターズカット、2008年1月31日発売予定。